通期予想の上方修正を今日は、発表したいと思っております。一応2020年度の今期の、もともとの目標が4兆9000億でしたが、売上でプラス2000億ということで5兆1000億、それから営業利益で、プラス500億の9700億、そして純利益でプラス50億の4900億というふうに上方修正をさせていただいた次第であります。で、この上方修正した理由というのはですね、期初にはですね、もうこの新型コロナのパンデミックによってですね、相当マイナスになるんじゃないかという非常に厳しく見ておりました。ただ逆にですね、デジタル化ということによってむしろプラスが大きく上がりました。競争は激しくなってるんですが、ここまで値段が下がってきましたから、世の中いろんな課題が残ってます。 MVNO の方々は大変だと思いますけども、顧客数はですね、かなり取っていけるんじゃないか。だからこの顧客数の読みのところですね、このところがまだ実際にやってみないとなかなか分からない部分があります。ただ会社としてはですね、そんな言い訳できませんから、最大これぐらい下がるだろうと見越して、それに合わせて、さっき私が言いましたようにコストダウン、それから、アップサイドを取れる法人であり、ヤフーであり、Z ですね、であり、それ以外にもたくさん我々は会社を持ってますから、それで調整していこうというふうに思ってます。楽天の件はですね、これははっきり言ってですね、ちょっとあってはならない話なんですね。そういう意味で、その我々の営業秘密が不正な手段によって持ち出された、これは非常に重要な事案と受け止めています。で、当社の営業秘密が楽天モバイルの事業に利用されることがないようにですね、そういう意味では民事訴訟を提起することになっております。そういう意味で 4G および 5G のネットワークの基地局ですね、バックホールの基地局かな、これメインはね。そういったところって本当に僕らが20年前から DB の時代から本当ずっとやってきたノウハウなんですね。それがどこに基地局建てるかみたいな話、これって結構大変な仕事なんですよ。これはちょっとね、許されない内容じゃないかなと僕は思ってますけれども、まだこれは捜査当局がですね、きちっと調べておるんで、実際にどういう状況か私に分かりませんけども、楽天モバイルさんもね、0円だとかいう今日でかい新聞広告も出てましたけれども、一生懸命頑張られてるなというふうに思います。そういう意味ではですね、それなりの大きなインパクトはあると思いますが、我々先ほどお見せしましたように、ソフトバンクと Y モバイルで今まで、5年前で言えば MVNO に舵を、総務省さんが切られた時に Y モバイルを作って、それによって我々は顧客数を減らすことなくどんどん増やしていくことができました。で、なおかつ今回は 4G と 5G を対応するという Y モバイルの新しい料金プランを出しました。これは相当対応できると私は見ております。PCR 朝から。